こんにちは、サラリオンです。しばやさやっていこうと思います。2月23日に行われますライジンランドマーク8の勝敗予想をやっていきます。はい、まずはチャンネル登録と高評価の方ですね、ぜひぜひお願いします。頼みます。今週減ってた。はい、今日ですね、勝敗予想するカードは浅田貴弘 VS 鈴木宏明っていうですね、フェザー級の一戦をですね、勝敗予想していきます。まあ、名前だけ見ると明日マラと鈴木福の代理戦争みたいなカードですね。はい明日高弘選手は、まあ、バックボーンがもともとは柔道とかレスリングでボクシングやってまして、いろいろやった中でボクシングではインターハイに出場しているようなファイターですと。パンチの技術は結構高いですよね。うん、でもともとはディープのフェザー級のチャンピオンにもなった実力者になってまして、ファイトスタイルは打撃ベースで、まあ、結構やっぱブレイブの所属なんで、まあ、寝てよし立ってよし、まあ、立ったらね、ボクシングバックボーンの素晴らしいパンチを持ったファイターとなっておりますと。で、前戦がですね、2023年5月ライジン42ですね、同じ大会ですね、ランドマーク8に出てます和島選手とやりまして、1ラウンドでワンフルチョークで1本負けして以来の試合となっておりますと。うん、まあ、結構なんやろうな、まあ、雷神に来ては負けてますよね。結構そうですね、うん、負け越しているんかなと思いますんで、まあ、そこをですね、今回の試合で勝ってですね、もう一度フェザー級の前線に出てこれるかどうかっていう貴重な試合となっております。はい、で対する鈴木宏明選手は通称怪物くんと呼ばれるですね、もう筋骨隆々のファイターでして、もともとはシュートボクシングの選手で、かつ SB のスーパーライト級チャンピオンもだったようなファイターとなってますと。で、前の試合が2023年の6月ですね、西谷選手に膝蹴り、西谷選手が膝蹴りをしてきたところに左フックを合わせてですね、それで見事 KO 勝ちしているのが前線ですね。ファイトスタイルはキックボクサーでストライカーっていうところですね、打撃中心で戦っているファイターになってますね。うん、でライジンで一昨年ぐらいかな、総格闘技をデビューした選手ですね。まあ、やっぱ打撃はね、さすがのもんがあってですね、勝ち試合はやっぱ打撃で KO 勝ちしていますと。で、蹴りが結構伸びてくるファイターですよね。うん、足がなんかすっげえ伸びるんですよね。長く見えると言いますか。蹴りが結構特徴的なファイターですと。ただ、まあ、やっぱりこう総合格闘技なのでですね、打撃だけじゃないっていうところで、こう筋骨隆々の体の割にはなんか結構テイクダウンされちゃうなっていうところが印象にありまして、で、まあ、グラウンドの展開になるとやっぱ防戦一方になるところが怪物くんの弱点なんじゃないかなと思いますと。まあ、なんで今回の試合もですね、いかにこう立ち続けて打撃で倒せるかっていうところが、まあ、ポイントになるんじゃないかなと思いますと。はい、で、まあ、展開予想ですよね。まあ、基本的にはもう芦田選手はグラウンドの展開に持っていきたい、かつ、鈴木選手は絶対に持っていかせたくないっていうところの、まあ、攻防戦になるんかなと思いますね。うん、鈴木選手は、ね、グラウンドの方に持っていってですね、まあ、もちろん盆栽柔術でかなりその辺のレベルアップを図っているかなとは思いますけど、いやーでもね、やっぱなかなかこうアジャストしきれてないじゃないかなと思いますね。うん、まあ、6月やから何ヶ月ぐらい、8ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月ぐらいの準備期間を経て今回の試合に臨むんですけど、まあ、それでもどうだろうなっていうところが正直ありますと。うん、で、まあ、対する芦田選手はですね、やっぱりこうフェザー級のディープフェザー級のチャンピオンにもなったっていう実績もありますし、まあ、そういったところでこう、まあ、立ちの展開でもそこそこ戦えますし、でやっぱりこうなんだろうな、鈴木選手はタックルを警戒するあまりあんまりこう手を出してこないんじゃないかなとも思うんですよね、正直。まあ、なんでこう終始芦田選手のペースで戦えて、で、
まあ、結構鈴木選手が距離取ってくる中でですね、相澤選手がちょっと打撃で詰めて組みつく、でケージ際に押さえつけて削ってったりとか、うん、まあでもあとは簡単にタックルでグラウンドに持っていけんちゃうかなと思いますんで、まあそういったところでこうグラウンドの展開が多くなる試合なんじゃないかなと思います。うん、鈴木選手はちょっと難しいじゃないですかね、その辺が。まあなんでそういったところを考えて今回の試合は相澤選手の判定勝ちだと思います。はい、うん、やっぱりこうグラウンドにつけて、で鈴木選手がもう何もできずただ暴れて、で、まあ、3ラウンドを終えちゃうんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、1本決めるかな、いやどうだろうな、そうっすね、いやわかんないですけど、まあ、1本はないんじゃないかなと正直なんとなく思ってはいます。だからそこはやっぱ実力者がある明日選手なんで1本決める場面も当然あるかもしれないですし、うん、まああとはなんかハイキックとかがね入っちゃったりとかして鈴木選手が勝っちゃうっていう場面も想像はできるんですけど、うん、でもやっぱりこのグラウンドのテクニックがどうしても明日選手の方がかなり上だと思いますんで、まあ、そういったところの弱点を突かれて僕は判定で明日選手かなと思います。はい、皆さんの勝敗予想はいかがでしょうか。はい、いやいや鈴木はこうやでとか足田は怖いだとか、まあいろいろありましたらぜひね、コメント欄にもうババッと書いてもろて、僕とお話できればと思います。はい、いやもうすぐライジン今年度初の大会が開催されますんで、もうね早く見たい、いやもう仕事もね頑張れますわ、おかげさまで。このなんかライジンあるからこの月仕事頑張れるみたいなのがやっぱあるんすよ。あと何週間したらライジン見れるなーとか、うん、とか、やっぱりこう YouTube 上で勝敗予想をしてるとですね、本当になんかいろんな選手の試合も、まあ、その月その週にすごい見るようになるんで、まあ、見て、うわこの人はちょっとおもろそうやなとか、勝敗予想していないカードとかも楽しみができてですね、非常にこう充実した日々にこう何作ってもらえるんですよね、ライジンがあると、まあ、なんでそういうところもあってですね、今非常にまあ仕事が頑張れる期間にはなっております。はい、まああと少し、あと2週間ぐらいでライジンランドマーク8インサガがですね始まりますんで、ぜひね自分の勝敗予想も見てもらえると嬉しいですし、他のまあカードとかのですね、このカードをどうすかとか、なんかいろいろあればですね、もうぜひぜひもうコメント欄とかで書いてもらえると嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。